ボスは台湾のゲームソフト開発会社レイアークが開発した音楽ゲーム。iOS、Android、Nintendo Switch 向けに配信されており、2018年1月25日にはパッケージ版の Nintendo Switch 用ソフトも発売された。レイアークが手掛ける音楽ゲームシリーズとしては、サイタス、ディーモに続く3作目となる。サイタスは s f ディーモは、 ファンタジーの世界が舞台だったが、本作は台湾の儀乱県をモチーフにした架空の街、蘭空町を舞台とし、高校生たちによる日常の物語が展開される。本作のゲームシステムは、一般的な音楽ゲームのように画面上に配置されたレーンの上部から下部へ流れるノーツをタイミングよくタッチするという形式だが、曲の最中にレーンが曲調に合わせて移動。 増減、消滅、出現、変色するといった視覚的な演出が行われることを特徴としている。本作の使用楽曲は日本や台湾をはじめとする様々な国と地域のクリエイターにより制作されている。また、サイタス、ディーモなど他のゲームソフトの楽曲も含まれている。n i n Switch 用ソフトのパッケージ版には登場キャラクターたちが描かれた IC カード用、 ステッカー3枚が同梱されている。ランソラ町のモチーフの一つとなったギラン県総合地位の東府岬。作中のオープニング映像では、海岸線が左側にあるなど、左右反転した状態で描かれている。物語の中心となる男女6人は、ラン空町にある高校、ラン空高校に在籍している。狼以外は、全員が同級生で、 学校の内外を問わず親しく交流している。様々な思いや経験を経た末に、仲間たちはバンドを結成することになる。以下のうちには、日本語の読みのほか英語版と中国語版の名前を記載している。本作の主題歌、カラフルボイスを含む10曲を収録した、ボスと様々なクリエイターたちが制作した楽曲を25曲ずつ収録した、ボスボリューム1。 ボスボリューム2が iTunes Store と Google Play でダウンロード販売されている。また、ボスの楽曲を収録した CD、ボスコンセプトサウンドトラック、カラフルボイスの日本版と台湾版が2017年3月15日に発売された。ありがとうございます。